正月大祭初日を迎えた福岡市博多区の十日恵比寿神社では商売繁盛を祈願しようという参拝客が訪れています。新型コロナの第6波への警戒感から去年と同様に博多県版の芸儀衆が参拝する八参りなどの奉納行事は中止、名物の福引きは正月大祭を除く期間で実施しています。これお金を一生懸命かき集めたいなと思います。早く自由になりたいです期間中は境内の出入り口2カ所に除菌テントを設置するなどの感染対策を取っていて、参拝客には今月31日まで分散参拝するよう呼びかけています。